僕もともとこの化粧師秀っていうふうにね、化粧師、江戸時代の化粧って書いて化粧という意味があるんですが、その化粧師秀でデビューした28年ほど前になりますが、その時にいろいろ考えて掲げた言葉がこれなんです。これもずっと僕はホームページにも書いてますしね。これね、これ思いはこういう思いなんですよ。化粧は化粧で化粧するって書いてますね。もともとうまいこと化けてるなぁと男の人は冷やかします、女性の方をね。お前そんな化けられたら朝起きたら誰か分からないかって、そんなことをね、失礼なこと言う男の人多いです。で、それは何かっていう、化粧って化けて装うって書いてます。でもこれは実は化け学っていう、知ってますね、化学ですね。化けて装うということは、これを気を装うことに変えれば、必ずその人は内面からきちっと気持ちが笑えてきますよっていう、僕はこういう意味を作ってるんですよ。だから化粧は化粧で化粧する。感じ違いますよね。で、木も、この真ん中の米に入れてます。こう木が、八方にこうずっとこう広がっていくように、ね、あなたの気持ちがずっとこうエネルギーで満たされるように、そういう意味を込めて化粧は化粧で化粧するって作ってます。だからそのサブタイトルとしては、化粧それは過去を隠すための術じゃなく、未来の素顔を磨くためのときめき心のレッスンと。こんな風にして僕が二十何年間ずっと言い続けてます。